166年から1369年まで続いたカスティーリア王国の内戦。講義で見ると、イングランド王国とフランス王国の対立も含むことから、100年戦争の一部と考えられている。はじめは、カスティーリア王国の継承をめぐり、国内と国外の勢力の支持を受けて、ペドロ一世とそのイボアにエンリケでトラスタマラが多いを争った。 ボルゴーニャ朝からトラスタマラ朝に至る、ケーズトラスタマラ博エンリケは、カスティーリャオアルフォンソ11世と、愛称レオノールデグスマンとの間の、実質的な長男として育つ。しかし、アルフォンソ11世放御後、王位についたのは、着出子のペドロ一世であった。ペドロは支持者らに、正義王と呼ばれたが、敵からは、残酷王と呼ばれていた。皇位貴族にとって、ペドロは、 圧政者であり、王権に対抗しようとする者に容赦しなかった。彼は、アラゴン王国への勢力拡大を拡作し、アラゴンへの侵入を繰り返していた。ペドロのイボアにエンリケは、後位貴族の支持を取り付けたのみならず、フランスとアラゴン、強行庁も味方につけた。1366年、彼は公式に、カスティーリャ、レオン、トレド、セビーリャで、 イボテーペドロを廃位させ、ラス・ウェルガス修道院で自身が、大いに就いた。1366年、フランスに亡命していたエンリケは、フランス・アラゴン構成軍と、イングランド傭兵からなる大軍を、モンペリエで集結させ、フランス王とアラゴン王の援助を受け、カスティーリアへ侵攻した。エンリケは、ペドロ一世を敗走させるのに成功した。ペドロ一世は、 イングランド王家の所領ガス購入にあるバイオングへ亡命した。彼はエドワード・クロ大使に援助を申請し、見返りにカスティーリアの所領の分割を申し出、受諾された。クロ大使の率いるイングランド軍と共に、ペドロ一世はカスティーリアへ戻り、1367年に自身の王位を再度主張し、ナヘラの戦いで勝利してエンリケをフランスへ敗走させた。 ところが、ペドロ一世は、黒大使や彼の同盟者との取引を拒絶し、また薬病も、相まって、黒大使は、間もなくカスティーリアを離れた。なお、この頃に、ペドロ一世から、黒大使のルビーが、エドワード黒大使に渡り、現在の大英帝国王冠の正面に据えられている。1368年、エンリケとシャルル五世は、 トレド条約に署名し、陸上での軍事援助の見返りに、ビスケ湾ワン上に、カスティーラ艦船を貸すことになった。1369年にエンリケは再度侵攻、モンティエルの戦いで、ペドロ一世を暴殺し、大いの散奪に成功した。彼は、エンリケ二世を名乗り、すぐに、公職からユダヤ人を追放し、自身の支配を堅固にした。この時期からカスティーラは、 戦争において、フランスとの同盟を行うようになった。ペドロ一世の没後、自助コンスタンサが、カスティーリャ王の多い請求者となった。1388年、バイオンヌ条約で、コンスタンサの一人娘カタリナとエンリケ二世の孫、エンリケの婚約が決まり、1390年に結婚した。ペドロ一世とエンリケ二世の孫同士の結婚により、 王朝の合一が図られ、王位継承争いは収束した。ありがとうございます。